はい、こんにちは。今回は現在開発中のヒストリックカーラリーですね、用のラリーモニターの開発状況をご説明させていただきたいと思います。まだ全然開発中なんですけれども、まあ簡単にこういうことで合ってるのかなという確認の動画ですので、あらかじめご了承ください。それでは画面の説明をしたいと思います。まず上段からですね。こちら左上、もうこれは時計ですね。現在時刻ということになります。一応 GPS で時刻を合わせる予定です。で、右側がトリップメーターですね。こちらもメーターまで表示することが可能なトリップメーター、GPS ですね。の トリップメーターです。その次の段ですね。アライバル。これは一応到着予定時刻ですね。任意の時間を登録することで、到着予定時刻として登録して、その右隣にあるリメイン、こちらがその到着予定時刻までの残り時間をカウントダウンするという、この2つがペアですね、になっております。で、その右側がスピードメーター。ね、これはもう現在のスピードをまあ簡易的に表示しているということになります。そしてヒストリックラリーモニターとしては、まあこの、その下段にあるこの大きいビューがまあメイン機能になります。この黒い部分ですね、左側半分、こちらが現在のデータですね。で、青い方が次のセクターの情報ということになります。そしてその下、右下ですね、こちらが、Previous Difference ということで、こちらはですね、直前1個手前の正解時間に対する誤差ですね、チェックインした時に処理した時の誤差を表示することができます。ということで、こちらがメイン画面ですね。詳細はまた後で説明します。そして、その右側にあるボタン2つあるんですけれども、上が赤いボタン、下が黄色いボタンと、ちょっとまだ名前が決まってないんですけれども、まあ、赤いボタンと黄色いボタン、まあ、黄色はね、ホールドって書いてあるんで分かりやすい。赤い時計と黄色いホールドということで、これが一応メイン画面、あとトリックメーター、クリアボタンとかありますけれども、になります。で、実際にはですね、事前に使用する前に、その日のラリーのデータを、まあ、登録しておくと自動的に処理が進むということなんで、では次にデータ登録画面を説明したいと思います。データ登録画面、とりあえずこちらのボタンを押しますと登録画面が出てきまして、このような感じですね。1ページに10セクションのデータを登録することができます。まだこれも開発中なんで、このエディットボタンとかありますけど、実際にはこの多分エディットボタンなくなるような気がします。で、まあ1から10ということで10個までしかできないのかというと、左上のボタンにこの、あります。11から20で、これが20ということで、10単位で一応今のところ30まで、30セクターまで登録することができます。まあ、この辺は自分の希望するところを選んでいただくと。で、データの登録の仕方ですけれども、エディットボタンってある、割にはエディットボタンは今のところ使わないんですけれども、セクション、自分の好きな、希望するセクションの好きなデータ、これ左側が、ターゲットタイムですね。ターゲットタイムっていう言い方をするのかどうかわかりませんけれども、所要時間、何秒とか何分とかっていうのを、こちらの左側に登録します。右側はそのセクターの区間距離ですね。で、ヒストリックラリーの場合は、そのタイムを競うっていうか、その正確さを競う区間は主にこう何十メーターとか、100メーターとかっていうのが結構あるみたいなんですけども、一応メーターまで登録することができます。で、こちらの時計、時刻もそうなんですけど、登録の仕方、現在検討しているのは、その好きな、したいところを長押ししていただくと、このように表示してます。これで直接入力していただくと。で、終われば、ドーンで終わりと。ですから、この2段目だったら、この2段目を長押ししていただくと、この2段目で登録することができるということですね。この方が分かりやすいのかなっていう気がするのは私だけでしょうか。一応エディットボタンでやろうかなとも思ったんですけれども、まあ、全部登録したくないっていう場合もあると思いますので、まあちょっと、まあ両方で登録するときはまあポッポって押していただければ多分できると思うんで、画面もこれの方が小さくて済みますので、一応こんな感じで検討しています。で終わりましたら右上のドーンボタンで戻ると。これが一応データ登録ですね。これだけです、データ登録は。で、では実際の機能を説明したいと思います。
メインビューですね。こちら下段の方にあるメインビュー。こちらを主に使うと思うんですけれども、まず、まあ、ターゲットタイム、これは所要時間ですね、セクションの終わりまでの時間をこちらにカウントダウンがされます。ディスタンスとフィニッシュということで、こちらはセクターの終わりまでの残り距離が減算されていきます。アベレージスピードは、ターゲットタイムと距離が分かってますので、それから自動で計算されます。走行の目安にしていただければと思います。そしてこの左側、ここが現在のセクターの番号ですね。こちらがメインの現在の情報。で、その右の青いところは、ネクストセクターということで、次のセクターの情報が事前に表示されています。まあ、現在00がセクターですから、ネクストセクター、次の最初のセクター01番ですね。同じようにターゲットタイム、セクター1のフィニッシュまで1分5秒で行きなさいと。で、そこまでの距離はディスタンスというフィニッシュが300メーターということは、アベレージスピードは 16.6。これは 16.6 というのは自動で計算されますので、特にユーザーの方が計算する必要はありません。あとはこの右下は、まあ、後でこう自動出ますので、ここは見ていただければと思います。では実際にスタートしてみたいと思います。スタートラインに着いたというか、まあ、スタートラインを通過する瞬間にですね、基本的にこの赤いボタンを使います。赤いボタンはとにかく次のこの青い情報をこちらの左に持ってくるという認識でいただければと思います。つまり、赤いボタンは常に次のセクターをスタートさせるというボタンです。では、押してみましょう。はい、スタートラインを通過しましたっていう時にこう押していただくと、自動でこのカウントダウンがスタートされて、この今言ったネクストセクターの01の情報が左にスライドします。まあ、ちょっと今距離がまだ登録されてないんで、登録されてないわけじゃないんですけれども、まだトリップメーターが動かないんで、あえて、まだトリップの機能は動かしていません。ですから、まあ、00になってますけど、実際には、車が動けば、この辺の距離も減算されていって、この0、距離が0になって、まあ、実際には GPS なんで、多少は誤差はありますので、まあ、実際のフィニッシュラインを見ながら、このターゲットタイムを見ながら、これが0になるように通過していただければと思います。で、その時にはもうすでにセクション2ですね。セクター202の、情報がこちらに秒と距離とアベレージスピードが表示されておりますので、まあ、こちらをやりながら、まあ、次の情報を連続する場合はこちらも見ておいていただければ、まあ、わかりやすいかなと。で、もう4、まあ3、まあ実際にちょっと違いますね。2、1で0で押すと、今の押した瞬間のズレ、00に対するズレが右下に10分の3秒ですね。0.3 秒ということが表示されます。すでにこの赤いボタンを押した瞬間には02セクターがすでにスタートしておりまして、残りが10秒ということで、今のところ、ちょっとマニュアルでですね、02まで登録してあるんで、実際03はまだ登録してない。登録してない区間が来た時はそこで終わりますので、02が通過したら、これでこのモードが終了すると。カウントダウンが終了して、また01に戻るということになります。これが基本的な使い方ですね。で、中には、セクターが連続しない場合があると思います。連続しない場合もですね、一応この赤いボタンだけでやろうと思えば一応できるんですね。ただ、それもまあ、ちょっとめんどくさいので、どちらがめんどくさいかはまだわかりませんが、一応その専用のボタンがこの右下のホールドボタンということになります。では、使ってみましょう。同じようにスタートラインを通過したときに、最初に01セクターを通過しますね。ちょっと時間が長いんですけど省略しちゃって、もし01セクターが終わって、そのラインが02セクターのスタートラインを兼ねない場合ですね。02セクターは01スタートから、フィニッシュからちょっと距離があったり、時間があったりする場合は、このホールドボタンをセクター1のフィニッシュラインで押します。はい、来たとしまして、押しました。そうすると、01のカウントダウンは終了します。でも、02はまだスタートしません。先ほど赤いボタンを押したときは、01が終了したと同時に02が切り替わったと思いますけれども、黄色いボタンを押すと01が終わるだけです。で、もし再スタート、02のラインがそのまま時間、車走行してきた場合は、その02のスタートラインで赤いボタンを押していただければ、02がスタートします。先ほど言ったように、右下にはそのズレがですね、表示されると。このように、赤いボタンはとにかくネクストセクター、次のセクションのストップウォッチをスタートさせるというボタンになります。
黄色いボタンはそのセクションを終わらせるというボタンですね。ですから今の状態で黄色いホールドボタンを押すと止まると。で、赤いボタンを押すとスタートしますが、03セクターは情報がないので、このまま終了と。まあ、こんな感じで、赤いボタンはとにかく次のセクターを順次スタートさせるというボタンになります。こんな感じが、一応狙った感じの機能なんですけど、果たしてこれで合ってるのかどうかは私が経験がないので何とも言えないんですけれども、とりあえずこんな感じで行ってみたいと思います。まあ、最後に、このアライバルですね。こちらをタッチしていただくと、到着予定時間を登録できますので、こちらを登録すると、まあ、こちらにリメインがカウントダウンされて、210ということにカウントダウンがされると。まあ、今のところこんな感じですね。が、ヒストリックラリーモニターの暫定版ということになります。お分かりいただけましたでしょうか。以上、ありがとうございました。